四季花町図東京国立博物館像小記に、鬼図内英博物館像小記から逃げる鬼を描き、表層の技法で、現実感を持って描く、漆絵画唱灯籠東京国立博物館像、柴田瀬信明治24年7月13日は、江戸時代末から明治中期にかけて活動した、執行家、絵師、日本画家。陽名、亀太郎、名は純造、字は、前、後は、 是神霊なり、大竜位陳、竜帝など。日本の執行分野において、近世から近代への橋渡しの役割を果たした皇人である。文化4年に、越後出身の宮堀氏の子で、袋物商に、婿養子となった柴田一五郎の子として、江戸両国立花町に生まれる。父は商家に入った後も、長工として、宮大工の仕事に参加した職人であり、 浮世絵を好み勝川春亭あるいは勝川春章に指示していた。文化14年11歳の時より、職人気質を重んじ成功な細工に特色を示す。初代古万館なりに薪絵を学ぶ。また一時、かなりの親友であった谷文長に指導を受けたと伝えられる。是心は文長の画風には馴染まなかったが、処風は死体、後年その書を愛憎したという。 ついで文政5年16歳で学校の図案に頼らず、仕事をするため、鈴木南霊に史上派の絵を学んだ。霊なりの号は、南霊の峰の字の一部、霊と小万館なりのなりを取った名である。文政7年、当時売り出し中の浮世絵師、歌川国義が、絶身の大木絵に感動し弟子入りしようとしたが、 是信ははじめ孤示するが弟子とし、国吉に千万の豪を与えたという逸話が残る。文政十一年頃、浅草本願寺の依頼で障壁画を描く。構想を練っていた時に茶を出されたが、是信は佐道の作法を知らなかったため、冷や汗をかき、まとまりかけていた構図も消え去ってしまいうまく、画を描けなかった。世信はその足で、戦争時境内にある人マ堂の同志。 西村脈案を訪ねて、佐藤の手ほどきを受けた。その後、総編流の自習圏六世、吉田周囲に入門した。天保元年24歳の時、史上派をより深く学ぶため京都へ留学した。南霊の紹介で、史上派の本場京都画壇の主英である、岡本豊彦の弟子となる。同門で近くに住んでいた瀬新より一歳年下の、塩川文林は、親友であり、 ライバルでもあった。南礼は、江戸を立つ是信に敬で見聞を広めるよう進めており、是信はその教えに従い、香川歌劇に科学と国学を、第三洋に漢字を学ぶ。三洋文化という肩書きは、後に思わぬところで役に立ったという。京都滞在中は、他に、松村慶文、森哲山、和田五山、田中日課、東高の青木木木兵衛とも、信仰を持った。 天保2年の11月あるいは翌年春に、江戸に帰ると、市南令に再開、その驚くほどの進歩を認められ、新たに、自、善と、是心を合するようになった。この自と合は、創始外編、田子方編、第21に由来する。またこの頃、神田川を挟んで、柳原の対岸、浅草上平衛門町に今を移し、以後、大流凶と合志好んで使用した。 同時期に、当時11歳の池田大臣が弟子入りしている。また、天保12年、東北各地を巡った。高下年間より、名が知られるようになった、嘉永3年9月14日、最初の目合わす、的の間に、長男亀太郎が生まれる。この年、前身は44歳なので、比較的晩年に結婚したと考えられる。 安政元年8月に母マスが68歳で病死。その看病疲れで、妻も10月に母子したとされる。翌年、玉川に住む鈴木歌子と再婚。歌子と間に、安政5年、次男新次郎を設けるが、5年後の文久5年歌子も、亡くなってしまう。翌元治元年、両国の青物富屋畜産クサいわきの娘篠を、迎えるが、なぜか入籍せず、篠は、 実家の梅沢生を名乗った。負けや漆絵では、大みかんなな以来耐えていた青海派塗りを復活し、青銅塗り、渋一塗り、鉄錆塗り、砂張り塗り、下塗り、住み形塗りなどの審議法を創始する。また、独特の作風で、内国官僚博覧会などに出品したり、博覧会の審査員を務めたりして、明治執行会に貢献した。江戸っ子気質だったらしく、 東京府知事、楠本正隆の仕事依頼を、自分は久保様の時代に人になったものであるから、お断りすると言って、なかなか引き受けなかったという逸話がある。国吉の弟子だったこともある、川辺教祭とは、仲が悪かったと言われているが、聖華堂文庫美術館には、画上は教祭、木箱は、絶身という両者合作の作品が所蔵されている。明治6年のウィーン万国博覧会に、 藤田五浦間系学名を出品して、進歩勝敗を受賞する。明治七年三男純三郎が生まれる。明治十一年長女性が生まれる。同年、是身は停発したとされる。明治十九年皇居の杉戸絵を描いた。明治二十三年十月二日に、提出義原因になる。明治二十四年七月十三日に没し、浅草今との昇福寺に葬られ。 行動員釈然進行時と送りなされた。軽妙者脱でエスプリに満ちた粋な作風は欧米人に好まれ、かなりの作品が海外にある。藤田五浦魔系学名翌年のウィーン、万国博覧会に出品され、進歩勝敗を授与された作品。第1回内国官僚博覧会流門勝敗、宮内庁買い上げ。第1回内国博で、 全身は3面薪絵学を出品しており、そのうちの1点。出品時の名称は、新色植木の図、買い上げ時の記録では、薪画学植物温室の図で、金額は45円。薪絵学とは、漆塗りの板に薪絵で絵画的な図用を表し、漆塗りの額に収めた作品。西洋画の定裁とその耐久性、油彩独自の画面のあやかさなどを意識し、全身が、 内外の博覧会に向けて新たに編み出した、この時期に特徴的な形式である、明け寺20年代に国の指導により伝統様式へ回帰していくと、巻映学は次第に姿を消していった。ありがとうございます。